1月14日木曜日曇り。僕の弁当に黄色い液体がかかってました。変な匂いがします。よく見たら小便でした。渡部さんの仕業だと思います。ということは渡部さんの小便。僕はご飯を貪りました。美味しい。股間に血が集まっていくのがわかります。すべて平らげると横から渡部さんが囁いてきました。どう？野良犬のおしっこふりかけは。トイレで全部吐きました。